赤外分光法とは、測定対象の物質に、赤外線を照射し、透過光を分光することでスペクトルを得て、対象物の特性を知る方法のことを言う。対象物の分子構造や状態を知るために、使用される。塩化水素の赤外吸収スペクトル。振動順位、回転順位の繊維に由来する構造が明確に、現れている。物質は、 赤外線を照射すると、それを構成している分子が光のエネルギーを吸収し、量子化された振動あるいは回転の状態が変化する。したがって、ある物質を透過させた赤外線は照射した赤外線よりも分子の運動の状態繊維に使われたエネルギー分だけ弱いものとなっている。この差を検出することで分子に吸収されたエネルギー、 言い換えれば対象分子の振動、回転の励起に必要なエネルギーが求まる。分子の振動、回転の励起に必要なエネルギーは分子の化学構造によって異なる。したがって、照射した赤外線の波数を横軸に、急行動を縦軸に取ることで得られる赤外吸収スペクトルは分子に固有の形を示す。これにより対象とする物質が どのような構造であるかを知ることができ、特に有機化合物の構造決定によく使われている。スペクトルのうち、波数が 1500cm から1以上の部分を診断領域、それ以外の部分を指紋領域という。前者は二重結合、三重結合そして、水素原子と結合するものの、後者は単結合の振動霊気の結果が表される。また、 同じ分子であっても温度や周囲の状況によって赤外スペクトルは微妙に変化する。これより物質の表面構造などについても知ることができる。赤外分光法は他の分光法に比べて感度が高いため、機体や微量の資料を対象とすることの多い物理科学の研究においてもよく使用されている。特に小さな分子の振動、回転スペクトルは 非常に細かい構造まで観測できるため、理論科学によって得られた結果に実験的な裏付けを与えるものとしても利用されている。赤外線の吸収は分子振動に伴って双極子モーメントが変化する場合に生じる。一方、ラマン効果は分子の振動により分極率が変化する場合に観測される。一酸化炭素や塩化水素などの振動は赤外分光法でも ラマン分光法でも観測される。一方、水素分子や窒素分子などの等角に原子分子では、振動が起こっても双極子モーメントは変化しないため、赤外吸収は示さない。ポリスチレンフィルムの赤外線吸収スペクトル3 3, cm、3 1 0 0 3 0 0 0ナス1の吸収体は、ベンゼン間の CH 伸縮振動 3, cm、32800cm-1 の 吸収体はメチレンの CH 伸縮振動に帰属される。赤外線吸収スペクトルは比較的簡単な装置で測定できるため、古くから化学物質の同定に用いられてきた。赤外線の吸収される波長は分子の感能器に大体固有なので、測定対象分子に含まれる感能元がわかる。特に特性元としてヒドロキシモと カルボニル元あるいはニトロ元などは特徴ある強い吸収を示すのでニトロ化合物、ケトン、アルデヒド、カルボン酸、カルボン酸誘導体、アルコール、フェノール類の訂正は容易である。特に1300から 650cm から1の領域には細かい吸収が多数見られ、そのパターンは物質に固有のものとなる。従ってこの領域の吸収を基地資料や スペクトルデータベースと称号することで、その物質が何かを同定することが可能である。赤外分光法は構造を調べるために用いられる。それぞれの観能元は特徴的な吸収強度、吸収エネルギーを持っている。バンドのエネルギーは以下に示す相関表に要約されている。現在よく用いられている赤外分光装置は、風冷変換型赤外分光のものである。 この装置は、主に光源、資料設置部、分光部、及び検出器からなる。ここでは、その構成の概要を示す。なお、FTIR 以外に解説格子を用いた、分散型赤外分光高度計もある。主な光源としては、12500から3 8 0 0トルから、一の領域は、タングステニオソランプが7800から2 4 0トルから、 一の領域では高気度セラミック光源が用いられる。資料の調整法には、測定対象に応じて、以下の方法が用いられる。透過測定これらの測定法は、窓板を左右に挟んだ筒型等の特殊なセルを用いた場合は、機体を透過測定することも可能である。反射測定 FTIR の分光部は、分光素子の代わりに、主として、 マイケルソン干渉系が用いられる。この干渉系は1枚のハーフミラーと2枚の反射鏡より構成される。干渉系に入社した光は、ハーフミラーによって反射光と透過光に分割される。一方の光は固定鏡で反射され、もう一方は移動鏡で反射されて、再び、ハーフミラーに戻り、合成されて検出器へと進行する。ハーフミラーから2枚の反射鏡までの航路が等しい。 場合は、光の干渉は生じないため、強度は最大となる。一方、移動鏡が動いて光炉に差が生じた場合、二つの反射交換で干渉が生じ、光の強度に変化が生じる。簡単なため、光が単色とすると、光炉差が波長の整数倍の時干渉によって強め合い、光の強度は極大となる。一方、高路差が n ムダ2となるとき、 光の強度はゼロとなる。移動鏡を連続的に動かすと、検出器で観測される光の強度はサインカーブを描く。実際の測定では、光は連続光であるから、観測される光の強度は各波長の描くサインカーブの重ね合わせとなり、干渉パターンは波速の形を示す。この干渉パターンを高速。 風リエ変換することによって、各周波数成分を横軸としたスペクトルに変換できる。この分光計では、FFT 演算にこらえうる正確な干渉図形の測定を必要とするため、移動鏡の位置を精密に測定することが不可欠である。このため、HE、NE レーザーを分光器内部に備え、赤外光のみならず、レーザー光線の干渉図形も同時に、 測定されるように設計されている。この結果、波数ドメインのスペクトルに変換した後も、正確な横軸が再現性よく得られ、積算測定を理想的に行うことができる。すなわち、S、N 比を大きく改善することができる。FTIR の検出器には、主として、半導体型のテルル化、カドミウム水銀検出器または、 省電型の硫酸トリグルシン検出器が用いられる。MCT は暗い赤外光を高感度に検出するのに適しており、液体窒素温度で動作する。一方、TGS は室温で動作し、明るい赤外光を大きなダイナミックレンジで測定するのに適している。このため、透過率や反射率の高い資料を測定するには TGS が向いており、逆に 外部反射法や多重反射型 ATR の測定には MCT が適していることが多い。また、近赤外交にはインディアスやプブスなどの検出器が対応しており、12,500から 3,800cm-1 を検出する。ありがとうございます。